と、あれミラーボールにならへんくない画面どうしてだよ落ち着きますね。ほらなんかさ、こっちがもう無理でさ、もう無理しちゃう、これはもうさすがにね。うん、だからエフェクトオフになってる。どうやって変えんの？これじゃない、わからへん。ハートありがとう。なんか壊れちゃったから今日ドンキ行こうと思って、最近行けばよかった。こんなことならもう今日はなかなか始まらなくてですね、もう本当に自分がね、さっき行っちゃえばよかった。そんなことならね、クマありがとう。まあだけどまあ明日はそんなことする必要ないから、明後日のトーク会のために前髪切りたいから少しね、だからちょっと明日ハサミ買いに行きたいと思ってはいるね。あなたを思いながら、めっちゃ目の前にヘアピンあったし、全然プン。ハートありがとう。結婚して無理ですね、それは。それはどうしてかというと、私には結婚する相手がいます。二人います。二人います。私には。え、なんか絡まった。いけた。今日もこの子連れて行きました。でもね、なんか汚れちゃった。なんでやと思いますか。カバン入れてただけやのに、なんか口が汚れてる。なんでだよ。ハートありがとう。どうしよう。ほんまに可愛い。わーかわいい。もうどうしよう、なんでこんなかわいい。結婚してルシがいるので大丈夫です。そしてここにラブイズをつけたよ。めっちゃかわいくない？そう、なんかちっちゃい。こんな手足短くされてさ、どうしたの？もうかわいすぎて泣きそうになるそれはやばいか。結婚してちょっとそれは考えてはおくけど、まあ期待はせん方がいいと思うな。まあ考えてはおくけど、一応ね、視野には入れておきますね。じゃあサイリウムありがとう。てかさ、今日やばいぐらい食欲ないねんけど、よく考えたら。なんで握手会の荷造りしてしながら嬉しい。え、荷造りしないとか、あ、あかんってこと？それはやばくない？忘れてた。まあ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 、行きますよ。明日時間があるので。なんか今日めっちゃ時間あったのにさ、めっちゃ時間無駄にしちゃって、すごいちょっと嫌な気持ち。てかバブル報告しなきゃ。でもね、今日はね結構たくさん寝れそうですね。ついに荷造りするってこと忘れてた。幕張があるなとは思ってたんですけど、てか2日目の服どうしよう。なんかお気に入りのものでいくか新しく買うかめっちゃ悩んでて。とりあえず見に行って気に入ったものがあったら買って、もし気に入ったものがなかったらお気に入りの服を着ていこう。なんやろう、京花のお気に入りの服って。インスタで着てる服、
そう、なんかそれもよく言われるから、なんか実はそっちの方が嬉しいのかなってちょっと思ったりもするんですけど、インスタで着てる服ってどれですか？みゆさんの配信でキョッピー面白いって言われた。え、本当ですか？え、でもみんなが見たい服はなん、どれ？あれでしょ、肩出しのやつやろ絶対。知ってんねんけどか。でもあれめっちゃ考えてんけど、あ、違うかった、黒のミニワンピあ、すいません、勝手にそんなこと言っちゃったり、すいませんでした、失礼しました、失礼しました。黒のミニワンピ、黒のミニワンピなんて着てたっけ？インスタで。うわ、そういえば一個めっちゃ、あ、ちょっとギャルギャルしいねんな、なんか可愛いのがいいねんな、ちょっと。なぜかっていうとパッツンにしてからですよ。あ、これね、うん、黒のミニワンピ、これか、ここチェーンみたいなついてるやつね。確かにこれ可愛いかもね。でもなんか今日がインスタグラマーやからさ、ちょっと知らんけどインスタグラマーになりたいから、なんかあんまりこの投稿同じ服着たくないみたいなところがあるんですけど、マジで服持ってなくて、神戸の白のワンピ、あ、でもこれ前ね、トーク会行きたいよ、名古屋の、かぶりはなしで行きたいと思います。結婚してちょっと今真剣に悩んでいるので、ちょっと今は無理かもしれない。ハートありがとう、めっちゃ悩んでる。北くんだよ T シャツ着ていこうかも、むずいな。もうこの白のやつも、でも1回しか着てないか。この白のワンピースにしよっかな、めっちゃ悩む。てかほんまに今日が服持ってなくて、正直このみんなが見てるものが全てです。なんか全然服ないねん。てかさ、今日バブルで送った動画めっちゃ可愛くない？びっくりしてんけど自分でも。え、これめっちゃ可愛くない？無加工ですよこれ、ちなみに言っとくと。やばない？めっちゃ可愛くない？これ2月とかに撮ったやつなんですけど、友達と一緒に撮ったから、そのめっちゃ強化が見切れてる、少し映らんように。しかもなんかめっちゃ髪の毛ツヤツヤやなと思って見てたら、あ、可愛いと思って。どう、これめっちゃ可愛くない？え、超可愛いやんな。そうだからちょっと全世界に大発信すればよかったかなとちょっと思ったけど、まあいいや。可愛すぎてすぐに送りたくなった。今日か、可愛くない？ハートありがとう。え、めっちゃ悩む。この赤黒チェックのワンピースもまあ可愛い。ブラウスもあるけどな。え、ほんまに悩むんやけど、やっぱ買いに行った方がいいかな。今日か、つがりさんだからな、一番最強ちゃん当たり前やん。そうね、あの動画さすがに可愛かったでしょ。ちょっとみんなずっと持っといてほしい。ハートありがとう。いやー、パッツンがいいと言われる理由が分かってきました、ようやく。あの動画ずっと見ててにやけてた。もっとにやける動画持ってんだけどなー、今日か。絶対に見せてあげないからねいやでも正直ちょっと写真送るか悩んだ今日、ゆきさんと撮ったの。けどちょっとさすがにこれは絶対誰にも見せたくないなと思いました。強化だけのものです、申し訳ないけどな。手紙届いてたよ、じゃーん。栗まんじゅうが真っ二つにされてる見て栗まんじゅうが真っ二つにされてる。
ありがとう、本当に。あと、ありがとう。栗まんじゅうが、かわいい。真っ二つになっちゃってますけども。じっくりと読ませていただきます。ありがとう。挑戦状みたいな、間違えて。マジで面白い。おもろすぎる、ほんまに。女子が書く手紙でさ、これあんま見んくない？え、女子が女子に送る手紙でこれあんまないよ。ほんまに面白い。ありがとう、本当に。かっこいいでしょ。見て、これなんかめっちゃごついさ、ネックレスみたいな。嬉しいなんですけどね。50文字？それは少、そんなに？気になりますね、それは。え？待って、ほんまに。え？ほんまに字綺麗なんや。言葉で教えてくれた、ありがとう。めっちゃ面白かった。ハートありがとう。明日のちいかわ楽しみだね。今って曲、ちいかわのアニメ最近全然見てないんですけど、ここだけの話見てる？ちゃんと。そういえば全然最近見てないな。え、見逃しちゃったやつわざわざ課金してなんかアプリで見てたもん。 YouTube も。全く見てないちいかわ、最近もどうですか？かわいい？それかわいいか。マリ、ありがとう。え、ほんまに今週はマジでオクラありますように。今日が前なんかオクラめっちゃ最後の方なんか切り替わる、お昼と夜で切り替わるタイミングで食べに行ったら、なんかもう最後だから全部食べていいですよって言われて、こんなカップにパンパンにオクラ入れて食べてたことあります。でもそれは煮浸しみたいな、まあ美味しかったんですけど、今日がオクラが好きやから多分ね。だけどオクラのごま和えがいい。もう本気で幕張のね、オクラのごま和えマジで一回食べてほしい。なんか握手会の会場で配りたいくらい美味しいです、正直。てかなんか急にさ、めっちゃ眠たくなって、なんでやろうと思ったらね、シンプルに睡眠時間がね今日短いんでした。忘れてた。ネバネバ具合、そう。なんかごまえってごまがパサパサしてるイメージあるけど、なんか幕張のごまえはネバネバしてるねん、ごまが。すごくない？まあオクラはそりゃネバネバしてるやん。そういう問題じゃないんよ、ごまなんですよ。ごまがネバネバしてる。お願い、いた。オクラ食べたい。
だるま、ラブレター、ありがとう。え、なんかカラオケしたくなってきたし、カラオケしよう。そんな余裕あんのかよって話なんですけど、まあ行きますよ。歌わせて僕に。何っけあれ。だからここでこの曲を聴いてみたいな。皆さんようこそ、こんにちは、こんばんは。やばい、最近ディズニー映画見てないかも。リハ期間ってさ、なんか毎日時間に追われてるからさ、そういう映画とか見る暇なさそう。だから本気でこういうトーク会とか握手会が、その結構必ずくらいさ、途中で入れてくれるやん。なんかそのリハ期間の週末はありますトーク会がみたいな。その時ね、本気でマジで憩いの場、癒しの2日間ですよ。最高だぜ、最高だぜ、お前たち最高だぜ。結婚してクラッシュなのでできないです。決めたぜ。はい、じゃあね、ちょっと本当に急なんですけど、カラオケ配信をしていきたいと思いまーす。じゃあ想像してみて、みんな多分想像つかないです。カラオケ配信なんですけどね、なんか歌いたいんですよ最近。これ大好き、ドンキの歌死ぬんやけどこれでした。
曲すぎるって。めっちゃいいの思いついたわ、まあ、いつものことなんですけどね。じゃあもしなんかリクエストがあったら、暗いあれ何度あれ歌えるかな、そっちにしよう。あった。歌えるかな。ドンキの曲なんでそんなみんな好きなん。どういうこと、どういうこと。「バッファランさんの歌詞書いてみたい」
カラオケ楽しくなってきた。お腹空いてきたかも。次は今日の好きな曲。やばい、でも時間がない。きっと私のためじゃない、
同じ体勢してたからまた痺れた。じゃあもう次で最後にしたいと思います。動かないとな。じゃなんか集中しすぎ、あ、これか。着いた。今日はポトフを食べます。めっちゃお腹すいた。やばい、やば、めっちゃ。なんでやろ。イエイ。確かに結構いい線いってるなとは思った。え、やば、お腹すいた。ゆうぎゅう言ってる。今日マジでご飯食べてない。緊張しすぎて食欲なかった。意外と強化って緊張しいかも。リハとかリハでさ緊張するタイプとは思われないでしょうか。ということで明日も一日頑張っていきましょう。今日のスケジュールは別に全然えぐくないです。もっと大変な方たくさんいます。今日が多分一番暇、正直。マリありがとう。土日両方会いに行く、嬉しい、待ってるからね。楽しみ。ハートありがとう。そうですね、明日も頑張っていきましょう。ちょっ
とね余裕ぶっこきすぎたんで、ちょっとさっさとお風呂入ってパパッと練習して早く寝て早く起きてバッチリでいきたいと思います。いきます。最強ちゃんでしたということで読みます。13位、ウジ。12位、リニア。11位、アンドハロー。11位、ちっさいおっさん。9位、ズッキー。8位、ミッキー。7位、ケータ。6位、アキラ。5位、トシさん。4位、エイスケ。3位、ウエモン。2位、ハル。1位、マイケルでした。ありがとうございました。みんなまた明日会いましょう。今日もありがとう。ルシルシでした。みんな今日もありがとう。ラブだよ。明日京花が前髪のハサミ買うことをみんな覚えといてほしいな。よろしく。みんなバイバイ。おやすみなさい。ラブだよ。明日も頑張ります。みんなも明日も頑張ってください。明日も頑張っていきましょう。明日金曜日なので、正直気合さえあればいけます。うん。金曜日って気合でしょ、正直。バイバイ。あ、まだ59分でした。そうです。金曜日は正直気合です。ノリと気合と根性です、多分。まあ月曜日は正直根性なんですけどね。金曜日はノリ気合い